自衛隊は北海道の高橋知事から災害派遣要請を受けてヘリコプター部隊など4000人を投入して孤立者の救助などに当たります。防衛省は地震発生の1分後に災害対策室を設置しました。すでにヘリコプターや戦闘機など20機の航空機と艦艇2隻、自衛官4000人を派遣して活動に当たっています。すでに厚真町の土砂崩れ現場で孤立した住民5人を救助したということです。さらに自衛隊としては今後派遣部隊を増強し2万5000人規模で活動する方針です。また地方自治体が被害を把握しきれていない可能性もあることから自治体の要請を待たずに物資などを送るプッシュ型の支援を行う考えです。